ということで、こんにちは、ボーンフォースでございます。ということで、やってまいりましょうか。時のオカリナですね。パーティー2になるのかな。まあ、前回からね、子供から大人に、達成だったりというか、大きくなったので、でっちゃったわけなんですけどね。こっち自体はですね、なんか中途半端の、なんか、どっかのダンジョンに入ってない限りは、自分の家から始まるっていうところだったんですけども、今回に関しては、大人になってから時の神殿が家になっているという状態なので、まあまあそんな感じでね、進めていこうかなというふうに思います。早速なんですが、まあなんか、眠れる森の美女がですね、待っているというですね、自分の故郷、というか、まあ、育った森と言った方がいいのかって、ね、実は、なんか割と近い場所になんか、ね、自分の生まれた場所と故郷が近いっていうのがね、いろいろあるんですけど、まあそんな感じで、何森はどうなってるかしら、次のことも心配ですけど、心配だけど、今は全然あさっての方向に行こうとしたら、そうはいかの気だかって。ということで、まずはもう、まあ、いろんなね、呪いをかけられた状態になっちゃったりして、ラジバンダリとかしていますので、まあ、そうなっても大丈夫なようにですね、今、こっちの方に、シュク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 と進んでいくしかないかな、雨あられ、って言ってますんでね。はい、どんどん進んでまいりましょう。ちなみにね、大人になったら、こっから、バク転をすることによって、くるっと回って、あっちがきわっていうことができると。あ、まあ、要は、ちょっと、でかいことだね。おー、こんなに時間ちょっと、ご立派になりましたね。やっぱでかくなるとあれだな。もういけるのは。あ、いけ！お前、いつの間に気づく？この野郎。いや、褒めんじゃねえぞ、大人を。お前みたいな、気づくやつなんだね。気づか。いやー。オッケー。あ、ちょっと待って、なんか、自分の家の前に門番がいる。どっちの？いいじゃないか。はい。ねえ。家のこと守ってくれそうだね。このデクノキ様、いつなんだろう。デクノボか。デクノキ様いくつなんだろう、私。デクノボいくつ分になるのか。待って、自分の家に、サイズ感合わねえ。ベッドとかはみ出るもん。ガンガン土足で自分のベッド踏み込んでるんだけど。自分の家の壺はプライ！やっぱ自分のことは自分が一番分かってるってか？ハートキャッチプリキュアしてくれてんだ。よっしゃ、オッケー。じゃあ、戻っていきましょう。夕方の森か。あっち、もうすでにもう魔物村が森になってんな。こんなゴリッゴリに魔物たくさんいたっけ？大丈夫みんな。イニちゃん、ペクラだって扱われるよ。これもっと話すことあるんだろう。いっしゃいませ、盾は売ってるぞ、剣は売ってないぞ。でも買う。あ、ちょっと待って、買えなかった。普通に盾がね、じゃあ金がね。弓持ってない。弓欲しい。じゃあ、まあ、こうなったらもらえるのにもらえないのか。じゃあ、みんな家の中にいるのかな。お邪魔しまーす。あれ？で、兄ちゃん溶接連れてるの？俺たちの仲間じゃないの？お兄ちゃん、嫌な奴にいじめられなかったテクノキ様いただきあんな奴らいたって、外危ないからずっと家の中にいるのに退屈でおかしく。そうだよね。デクの棒でも持ってさ、ボコボコに縛ってやったらいいじゃないの。そのためのデクノキ様、いろいろと削ってやったらいいんだよ。ということで、本日のお供なんですけれども、トロピカーノですね、食物繊維を飲んでおります。桃味で美味しいですよ、好きにしててね。まあ、やっぱり成長剤、体、整える、腸成長剤なんですけどね、うん、そういうのが必要なんですよ。戦えるんだけどな。こんなところに追いやられたら大丈夫。この内容見てるのかな。いや違う、死んでます。死んでるというか、なんかあれだよね、キックパンチいなくなるんじゃない。なんかね、大人になったらスタルキックと戦うことができるようになるみたいな、そういうオチだったと思う。大人が大嫌いだよね。
その左見て。すげえ、あれ、はい、こっち、こんな。はい、はい、はい。おい、あ、うまいな。あれ、こいつ消える、あ、あの野郎当て逃げしていきやがった。どっかのフジモンじゃねえかよ。あー、やっちまったな。逃げられちまった。まあそういうこともあるから仕方ないよね。こっち帰ってさ、先にゴロンの服をもらうこととかできないのかな。どっかでシャインシャインシャ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 カシャ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 カいう。いいや。あ、しかも逆回りしなかった。ここあいつどっかででも確かなんか逆サイドに回っていくんじゃなかったっけ。あ、おお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 お。あ、そういうことか。何かと出会ったら逆回りしていくんだな。オッケー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 。理解。だよね。はい、あらあらあれやろあれやろ。うまいこと逃げやがった。さあ、こい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 。ちょっ待って、めっちゃあるやん。待ってやん。あ、待って、あいつうめえな。方向転換がうますぎる。俺の爆弾を投げるのが早すぎるのかもしれないけど。待って、はい、待って、こんなに難かったっけ、こいつ止めるの。コロンだっけ。オッケー、よくもやったコロン。ラランテルフの組み、俺の名前は聞いて驚け。いや、ゴロンの勇者、ブルーマスコロン。どう、本人本人でやっとキリキリってか。え、お前もブルーホースに行くの。あ、お前がディスするドリンクバスター勇者ブルーホース。俺の父ちゃんダルリアだよ、覚えてる。母ちゃんはどこ行った。いい名前コロ、俺気に入ってるコロ。ブルーホースは俺たちブルーにとって英雄コロ、会えて嬉しいコロ、サインしてほしいコロ、コロのブルーホースくげって。ああ、そういうことか。ちょっと一瞬日本語が理解できなかった。それどころじゃなかったコロ、みんな助けてコロ。ダルリア父ちゃんもコロの神殿に行っちゃったコロ、遊べない龍がいるコロ。早くしないと父ちゃんまで龍に食べられるちゃうコロ。わーわー、なんとかしなきゃ消せない。龍について、昔コロ、お山にはバルバシアっていう悪者龍が住んでたコロ。あ、ごめんね、子供の頃にさ、俺が買ってさ、野に放っちゃったんだよね。それは漫画の話。スカミアが俺たちゴロに食べる恐ろしい龍だったコロ、それをゴロの英雄がでっかいハンガーでドカーンってやっつけたんだコロ。これずっと昔だけど本当のことだよ。で、その英雄の子孫が父ちゃんなんだもん。じゃあおめえもその子孫じゃねえか。何を言うの、龍について。みんな炎の神殿連れてくってちゃうコロ。父ちゃんが留守の間にガロンのバカボンがやってきて連れてったコロ。みんなバルバシアに食べられちゃうコロ。ガロンドルフのバルバシアの呼び出したんだって。言うこと聞かない人たちに寿司にするつもりだって父ちゃんが言ってくる。だからみんなを助ける父ちゃん一人で炎の神殿に行っちゃったから、今めっきり強い服あげるから俺はブルボス助けてくる。オッケー、先に少女を救ってからだから。よし、まだなんかある。でも助けられるならブルボス助けてくる。それなら隠れてるお店の奴も金属協力してくれるから俺も協力するから、炎の神殿に秘密を解き放てるから、父ちゃんの部屋にある神様の像を動かすから。どう動かしたらいいのか教えてくれないか。もう素晴らしい。で、つなぎが悪いやつになっちゃったな、俺な。よし、え、あ、いるのは分かった頃けど落ちちゃった頃、何してる頃っていう感じの目で見られた。とりあえずあいつをぶちのめしたら戻りましょうか。ちょっと待ってね。むずい。こういう微調整とかってなんかやっぱり子供の頃の方が上手だったんだよな。ま
あの頃はもうね、一等なんかでもね、ずっとゲームで遊んだことね。どうやって取るの？いけないこれ。取れた。あの取り方でいいのかがちょっとよくわかんないことだけど、まあ取れたら何でもあの正義の頃落ちる頃。じゃあね、また会う頃ね。バーハーイ。これであのなんかめっちゃ爆弾で破壊しなきゃいけないところってどうなってるの？あ、でもここやったことねえな。どこって？あのね、今のあの視聴者のね、95% が何を思ってるか言ってあげようか。はい、面白い、行け、さっきはすっきり。あ、うん、ネタバレしちゃった。はい、今更ね、これをね、初めて見ますって言う、多分ね、ご視聴者の方ってね、2% くらいしかいないから。あ、でもさ、君のよく知る女の子だって言った時点でさ、なんかもう、他の女の子がパッて浮かんだらさ、なんだ、なに。やめよ、お前。そんなキリっぽい服なんかに、ダメ、任せないぞ。おいらサリアに約束したんだ、ここは誰もどうじゃない。おいらサリアに約束したんだ、ここは誰もどうじゃない。キリっぽい服って聞いたんですよね。どうやって進行したの？仕方がエロい。それ、タリアが書いた時にお前先に知ってんのか？その曲、タリアが友達にだけ教えてくれる歌なのに、分かった、お前信じる。お前見てると何でか愛情ですよ。ドイツだ。本人です。じゃあ行こう。ダーダダダダーダダ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 。慣れたらね、マップを見るだけでもね、進めるからね。はい、出て見てくれるのか。しかも、穴じゃなかったし、ただむやみやたらにダメージを使っただけです。違う。セカンドもったいねー。30個持てるとは言った。あ、もう何も出ない。掘ります。ここに行ったことある？ないねー。一定食らうのかよ、しかも。マリちゃん。マイタッピー。デクノミ、持てるより。ああ、それは欲しい。ちょっと30個持てる。お姉さんは？もう俺今3匹しかないけど大丈夫。いや、欲しいっす。あ、意味が買えませんっていうか。弓を持ってないからっていうのね。あ、で、この時は狭い通路をずっとしながらカニ歩きで慎重に動いてる。気につけられるゆっくりとね。
ちなみにこれで食らう。はい。やりよるわ。あ、ちょ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 、登る気ないの残っちゃって。はいはい、向こう行って向こう行って。あっち行け、しっし。ちっちゃり。よし。まだ。復讐の文字。鉄穴立っていい。ちょっと、何出し上がらないんだよな。おしまい。ああ、意外と強いな。オッケー。こいつね、結構金くれるんで。20ルピー、終わった。15ルピー。さあ、来たねー。ワーストステージ。チャンチャンチャン。チャンチャンチャン。いない。どこ行ったのやら。まだ時間あるから、ちょっとやっていこうか。多分1パートじゃ収まらないくらいのボリュームだからね、神殿系になってくるからね。はい、うん、結局いいよね、ハープの感じはね。時の流れは残酷なもの、人それぞれ速さは違う、そしてそれは変えられない。時は流れても変わらない。それは幼き日についよ。思い出の場所へ誘う調べ、森のメネットを聞くが、覚えてねえんだよな。ちゃん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 、覚えてた？ちゃんちゃんちゃん。ちゃんちゃんちゃん。オッケー。ちゃちゃん。ちゃちゃちゃん。ちゃちゃちゃん。ちゃちゃちゃん。乗ったらストリングス持ってきた。いつも気になるけど、このなんかジャブジャブ様のお腹にいた感じのさ、なんか機械中だっけみたいなやつがなんか小さいのをフォ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 、これ何なんだろうね。ルホス、また会おう。シホス、肩幅でかくシホス、そうチンってなる前からお前目が嘘になったね。ということで、侵入していきましょう。はい、待っててね、私の幼馴染み嫁候補ナンバーは。あー、すごい落ち方してたな。まとも戦う気ぜ。さあ、運気を運気をして、まとも戦う気ぜ。ほら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 、さあ、近づこう、近づこう。はい、終わり。よし。霧の神殿ってさ、何気にこう、ホラーテイストで怖いよね。うん。お化けチックな感じがして。もう音がさ、チャ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 って、なんかもう、結構こう、なんか小さい子が、なんかずっとこう、叫び続けてるっていうか、そんな雰囲気漂う感じの、ぐらいの。あと、虫とかいなかったっけ？見えるのか。まあ、なんか歓迎されただけだったから。はい！動かない。動かない。動かない。微調整がいいんですよね。なんだったっけ？あと？いいかな？おぉ、めっちゃ重要じゃねえか。で、これがねえとダメじゃん。オッケー。さて、いいな、俺も偉くなったもんだ。よし、倒してくれ。この先に出てくるさ、こいつらこいつら、どういつだっけ、この炎のこの4姉妹っていうの、これは、か元ネタがあるんだったっけ。なんか、ジョーとかメグとか、なんとか、忘れた。みんなどっか行っちゃうんだよな。その、今日も木でできてんだからさ、そこ思いっきり、ホラーンってやって、どっか行ったらいいんじゃねって思うけど、まあ、そんな荒々しいことしちゃダメだよね。で、ちなみに、すべての神殿において、一つ言えることはですね、攻略法、全く覚えておりません。攻略法というか、攻略手順全く持って覚えておりません。はい。なので、超絶。この歌をもう忘れるっていうね。
ひどいな。時の勇者名乗るのやめろよっていうことになってる。えぐーい。チャ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 ン。ちょっと入っていきましょう。ドッキー、あー、やったな。ってなってる。マシーン。おいで。ちょい、なんかどっかでシャコ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 って、おめえか。これはまず、井戸の水を、あ、そうだね、抜かなきゃいけない。ぬきぬきしなきゃいけないから、まだ先だね。ここ来るの早かった。いや、なわけないよな。まだ上に、あ、いるね。さらに、なんでそうなるのね、おかしくね。注目してるのになんで伝えちゃったからばってぶっ込んでくる。あれ届く？ないっすね。これってことはもしかしたら弓矢を取った後に来る場所だったの？うん、分かんない。新アイテムが手に入る大人時代と超絶必要になってくる武器なんですけど、よいしょよいしょ。こいつに見つかってね、攻撃を食らうとめんどくさいことになるんですよね。シャキン、さあ勝負だ。ウィン。うん、さあ何か出しな。いきなりこんなサイズの宝箱出してくれ、ありがとう。なんだ、ペケペケポコポコペケペケポコポコペケペケポコ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 ペケよいしょ。で、あれなんかあれか、デクババじゃなくてデクハハみたいな。で、あそこに的を当て、的を当てポン。ちょちょちょ。ああ、井戸が消えてなくなる。井戸は消えてなくならないけど、あそこ消えない。いけるんじゃない？頑張れ。待って。そこにカカシロ、カカロットを出さなきゃいけない。勝負が勝ちです。全然届きません。痛い痛い、危ない。痛くはない、今。危ない危ない。え？違うな。違うな、これ。はい。なんかごめん。なんか違うけどごめん。まあ、つまりお前たちは仲が悪かったんですね。違うよ。OK、あ、ちょ、いるんだけど、いないよ。 OK、で、ハートキャッチクリップ、わーい。ここまで進めていくかだよな。また小さな感じか。態度悪いな。チャラチャラ。この使ってないのに2個目手に入った。順番むちゃくちゃだぜとかっていうのはもういい子なしでお願いします。分かってないんで、私僕自身がもう分かってないので、とりあえずなんかクリアできたら何でも順番なんていいんじゃねと思う派ですね。はい、もっと言うと、RPA とかをやっていくってなれば、もっとむちゃくちゃなルートとかでいくからね。なんか弓矢取ったら、とりあえずゴロンの場所を先に行くとかさ、なんかそんなんとかあったりするじゃん。ムジラのためとかもそうだけどさ。どうってそんなことぐちゃぐちゃ言いながら、とりあえずじゃあ次こっちは空いてないから、正面から行くべきこれ。まあ定石はそうだよね。次シャコ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 。はい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 。この場合意外と入るか。え？ああなんだ、やっぱりそうか。めちゃめちゃめちゃ足が痛いんだけど、あいつが意外についてるな。ダイナボスやリザルボスと違ってさ、やばい。あ、しゅしゅしゅ、お互い下手くそなテンション。スタルあるのか。ちなみにこいつはスタルボスでいいです。ケニー、あーちゃめめめめ、よいしょ。
今ね、全然関係ないことを思い出した。ああ、でも、ネタバレにもなっちゃうので、今は言わないけど、ハート1個か。何個削れたんだろうな。で、これでコンパスかな。な、なんだ、ちょっと小さい鍵ってことか。小さいアーキー見つけた。この無駄に3本目なんだ。あ、ちょっと待って。ちょっとね。牛乳飲む。飲もう。よいしょ。ごめん、いっぱいだ。なぜならこうなるからですね。どっちかが妖精だったっていう記憶があったんですよ。こういうせこいことだけはする。あ、ちょ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 、間違えた。よいしょ。どうせ弓矢に変わるか。あー、で、ちょっと待ってね。ちょっとしたこだわり。はい、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 シュッと言ってんの。あ、いたわ。シャコシャコの正体いたわ。本物のキャラクター、今よく見たら、本当にちゃんとキラ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 してんな。で、小さな鍵ばっかりが、なんかすげえ数見つかっていくんだけど、どこっちで、あーたたたたたた、あるんじゃん、使い場所。1個目、まだ2つ余ってるよ。やばいな、もうなんだかんだ収録時間が30分経とうとしている。ここにどのくらい時間がかかるかっていうのはね、さっぱり、ちょっと待って。待って。上から携帯が落ちて、第3次が起きる。レッスン、この辺がレッスン書いてあるよ。見りゃわかるよ。引っ張りの。オッケー、で、こっち進めていって、こういうね、謎解きというか、その地味な作業が続いて、次に進めていくっていうのも、なんていうか、こう、ゼルダの伝説の醍醐味というかね、こういう謎解きとアクションを程よく混ぜまくっているっていうのがね、他にないんですか。他にね、僕の大好きなバイオハザードなんかも、ここまでなんていうの、その行ったり来たりを繰り返すって、なんかね、難易度の高いなっていうのは、あんまりないっていう感じがするよね。まあ、昔のバイオはね、それこそ難易度すごい高かったけど、難易度が高いというか、なんて言ったらいいんだろう、すごい細かい、ね、微調整に必要な謎解きがたくさんあったけど、今は最近ないもんね。なんか誰でもこうなんか解けるというか、アシステッドでもさ、あのレベルの感じだったら誰でもクリアできるんだよね。どんなにゲームが下手くそな人でも、あ、できちゃうよねみたいな。これはこっちはまだ、こっちで、こっちは降りてるしかないから、こっちかな。いやー、なんか、うろ覚えだよね。だから、森神殿でさ、まあ、まだ普通に詰まってる感じはしないから、あれとかってさ、行ったり来たりとかしてないから、まだあれだけど、水の神殿とかになってたら、結構ガチで進むんだよ。一応もう、なんだろう、予定では、あともしかしたら、ゲルドの修練場は、まあ、その、弓矢の、なんて言ったらいいの、氷の矢っちゅうとか、まあね、まあ、弓矢をこうレベルアップさせることができなくて、そのレベルアップさせるための武器の中にも、その攻略に必要なものもあれば、攻略に必要じゃないものっていうのもあるから、ね、んだけど、まあ、その必要じゃないものも、まあ一応なんだろう、気持ちが悪いから、全部取るかなっていう感じで、あるの。で、登っていって、とりあえず、神武器を取るところまでやっておくか。おぉ、なんか地形な。いやー、あと出し上がれ。あと出し上何も出さない。出さないなら別にや。必要だったんだね。3つも取っててよかった。10。
この廊下、ねじれてるよ。見たらわかるよ。あ、ほんと、こういう細かいところとかができる。なんだ、上から降りてくるモンスターの影に気をつけて。ああ、今は大丈夫ですね。めんどくさいです。ああ、よかった。3つ持ってきていてよかった。積むところだった。あれかな、ジャンプしたらダダダダダダダーって言うえ、いるよね。ちょっとちょっと何も言わない。下場面のように笑われた。よし、笑われました。ちょっとね、落ちたら、あーこれ知ってんの。はいはい、あまりね、近づきすぎるとね、縦をね、ぶちゃぶちゃ、ここで、ほら、ボックスのパワーミングが入ってるのに、なんで逃げるって、おかしいだろ。すいませんー、クラクラねんなぁ。はい、倒しながら、ポッツ。おしまい。と思うじゃん。じゃあ、また入ってくるんだよな、どうしようかなぁ。お前、相手してやない。やっぱね、おばんっていうこともあるね、あの、バンドみたいな、一回打ちのめすと、一発しやがるって、骨が残ってるでしょ、骨が残ってる状態の時は、復活してくるんですよ。はい、はい、はい、35分。40秒でした、キナー。オッケー。シャウレということで、オープンセサミ。妖精の弓を見つけた。チコン。オッケー、じゃあ、こうですね。はい。と思ったけど、あれ、俺どっちから来たっけ？はい、俺どっちから来たっけ？こっちだっけ？こっちから来たね。オッケー、オッケー。よし。あの野郎。てことは、オッケー。あ、ちょっと待って、めんどくせえなこれ。てことは、こっちに行ってからのバーリング。あ、こんなめんどくせえやつだったね。積んでるやろう。最後に貴様を求めれたけれ、っていう感じでですね、こいつの名前なんだろう。ジョー、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 姿を現れた。ウィーン、結局こいつを使うんだよな。さあ来い。テク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 てくてくてく。あ、まだ結構体力高いの。もう一回だろ。もう一回ぐるん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 。いう具合で、こいつをあと3回繰り返して、ステージを進めていくというのが、こちらが森の神殿でございます。ということでね、こんな感じで、森の神殿を次回パートで攻略を目指して頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、ぜひ次回パート以降もお楽しみください。では本日はこの辺りでね、終了とさせていただきたいと思います。ではまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。